スファイナル2022決勝トーナメント土屋さん、テリーさん、吉武さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況なしスーパー GT 公式面談長の今夜でございます。そして解説でございますけれども、 e スポーツワールドチャンピオン山中智明さん、よろしくお願いいたします。はい、山中です。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、テリーさん、土屋さんが見守る中、ザ・峠の最速を決める大会の決勝戦がいよいよ始まります。ということで、まあ、まず山中さん、このザ・峠ドリフトキング1980とはどういうゲームか、ちょっと教えてもらっていいですか。はい、こちらのですね、スマートフォンゲーム、ザ・峠ドリフトキング1980まではですね、土屋圭一さんに監修をいただいている、はい、ドリフトのアプリゲームになっております。はい、で本日は大会ということで、はい、今日は解説席の方に座らせていただいています。そうですね。はい、で今回なんですけども、優勝者にはですね、豪華商品が進呈されるということで、こちらでございます。すごい。いや、テリーさん、土屋さん、これ本物の車が今回商品としてプレゼントされます。もう大好きですよ。いや、これすごいですよね。はい、はい、さあ、まあ、改めてご紹介させていただきますけども、コルトラリアートバージョン R ということで、今回なんとその本物の車が手に入る車両交換券がプレゼントということで、まあ、さらにこの交換券は NFT マーケットに出品ができるということで、まあ、山中さん、この時代のど真ん中の商品ということで、ちょっとご説明いただけますか。はい、近々暗号資産という、はい、皆さん言葉っていうの聞いたことあると思うんですけれども、はい、まあ、今回ですね、こちらの車両交換券と呼ばれるものをゲーム内に、はい、今度ですね、ザ・峠に実装させていただくんですけれども、はい、まあ、その中でその人しか持てないデジタルデータっていうのを、うん、使うことができるのが NFT なんですけれども、うんうんうん、今回そのデジタルデータを優勝者に進呈をさせていただく形になっております。はい、さあ、まあ、この商品をかけたですね、まあ、決勝戦をする前なんですけども、スペシャルゲストによるエキシビジョンマッチを参戦用意してありますので、そちらぜひまず楽しんでいただけたらと思います。それでは始めていきましょう。エキシビジョンマッチ第1回戦は、まずは WRC-R4 チャンピオン、ラリースト荒井博樹選手。出た、よろしくお願いします。そしてもう一方は解説に入っていただいてます、山でこと山中博明選手。はい、私です。すいません、よろしくお願いいたします。いきなりだ、いきなりちょっと山中さんが、山中さん解説もして、ね、プレーもするってこと。あいつ解説できたんじゃないの。どっちもやるって話です。いや、本当ですね。はい、もうこっからこの二人は、はい、もう最近もうね、宿命のライバルって言われてますからね。そうなんですよね。なんでなんで。いや、でももう、いい勝負するんですよ、お互いに。なんでそんなことを知ってんの。いや、この前のレースの時も、もう今日本気で出すってさっき本番前言ってましたから。あ、そう。ええ。てか、この前この二人、筑波サーキット走ってたよ。そうなんです。はい、はい、走ってたよな。ロードスターレースで走らせて。走りました。そうだよ、いただきました。はい、あの時はどっちだったの。あの時はでもチームメイトなので、はい、タイム的にはタイム的には山中ですけど、僕長距離のスティントだったので、うん、まあ、タイムはそこまで、はい、あ、そう、はい、そうだよね。でも一番走りました。総合トップに一回上がってやったので、うん、まあ、実質僕の方が早いかな。でも今回バチバチですよ。いや、でもこの対戦カードちゃんと理由があるんです、はいはい、実は番組の YouTube 企画ですね、私とひろきさんでタイムアタック対決をしたところですね、うん、私がなぜか勝ってしまいまして、ね、早いんですよ。自分が思ってたように100倍うまかったんです。あ、そう、はい、さあ、始まってまいりました。まず一番最初のところですね、まあ、山中さん、ここがまずね、最初乗り切れるかどうか。そうですね、この1レースの間に3つだけ使えるニトロのタイミングも非常に重要になってきます。はい、さあ、パーフェクトできました。さあ、最後のニトロどこで使うか。いや、うまいよ。最後のニトロ、あっと、遅れてしまった。最後の最後で遅れて、あー、スピードが乗らないままフィニッシュ。スローの走り、最初のスタートを始めました。まずここでいきなりニトロを使います。うまい。ここでいきなり、あ、2個目、もう2個目使いきましたね。いやー、連続パーフェクト、今3連続。相当加速上がってますね。ここもパーフェクト、4連続。おー、ここでニトロ、どん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 加速。ここでニトロ使っていきますね。うまい、うまい。ニトロの使い方がうまい。さあ、ここもパーフェクト、5連続。これうまいよ、これ。さあ、加速したまま最後の直線。ゴールしていきます。
すごい。テリーさんどうでした見てて。びっくりした。本当にもう無駄がない。はい。いきなりね勝ったのすごいですね。まあ勝負どころは最初かなと思っていたので、はい、最初に攻めました。美馬さん、ゲームをこうやって実際にやったりするっていうのは、またそれがミキさんとやるっていうのはどうですか。なんか緊張します。逆に緊張しますか。負けたくないっす。負けたくない。そしてじゃあミキさん、その負けたくないを聞いた上で、はい、はい、私声優を30何年やってますけども、はい、それもすべて忖度で選んだ道なので、今回も忖度をしようかなと思っております。いや頑張ってくださいよ。全力でやらせていただきます。それではまずは先行後攻のじゃんけんをしていただけますでしょうか。何出すっていう顔するのやめてください。もうここから最初はグーじゃんけんぽい。いただきました。どちらにしますか、先行後攻。高校でいきます。高校でさっきはちょっと学習しましたね。ではミキさん先行ということで、はい、ミキさんじゃあ車両は何を使いますか。パンダトレノですね。 A86 のパンダトレノですね。藤原拓海だよ。そうですよね。86以外ある。ある。ね、一択ですね、これ。一択ですね、はい、ただ運転の技術の方は全然追いつかないので、とりあえずこれ進めてみますね。ミキさんはねもう熱心だから。はい、ミキちゃんはね車大事にするんだよ、ね、本当にさ。今日もね、自らの86で来ましたもんね。はい、来させていただきました。まあ、藤原拓海が乗り移るかどうか。はい、そうですね。ゴー。藤原拓海のスタート。夜。さあ、テリーさんも夜怖いで応援もしながら。夜怖い。攻め切れるかどうかですね。そうですね。ただ夜怖い、夜怖いって感じていますね。パーフェクト伸ばす。パーフェクト伸ばす。いやー、2番バウンド。これいいじゃん。さあ、5番バウンド。さすが藤原拓海です。いやー、うまい。お、頑張れ、俺。さあ、まだ、ニトロは残っています。ニトロ、ここで。あー、ニトロ、頑張れ。皆さん頑張ってください。うるさい。うるさい。応援してるんですけど、ね。行け。さあまずはスタート。おお、ニトロ来ました。ニトロ来た。まず第一コーナー重要ですよ。第一コーナー。そうですね。ここですね。はい。さあパーフェクトに来ました。はい、山中さん。いや、ただ減速しなかったですよ今。はい。いいじゃん。失敗をするとどんどん減速してしまうんですよね。はい。いや、みまちゃんいいよ。お、いいよ。美馬さんうまい。うん。いや、パーフェクト出てます。いや、すごく上手ですよ、今のところ。私もうそれ以上褒めないで。あ、いけない。美馬さん、美馬さん。ああ、褒められてしまうとやはり。いやいや、平気平気。いや、今ニトロでごまかしましたね。ニトロでごまかした。ごまかせた。これ早いぞ。よっしゃ、これいいタイム出そうですよ。さあ、いいタイム出そうだ。これ早い。40秒で出るね。さあ、パーフェクトが続いてきる。これ早い。さあ、駆け抜けていったそのタイムは。早い。47秒96。美馬さん、ちょっと最初の方がね、パーフェクト出た後、その後すぐアーリーが出ちゃったんですけど、立て直しましたね。そうですね、はい、まあ、こんなもんすかね。うまいよね、適応能力が。さすが麻布十番の主。さあ、ここは一つだけです。さあ、まずはパーフェクト。まずパーフェクトで入ってきました、はい、さあ、難しいところ。いや、うまいじゃん。パーフェクト、うまいな。山中さんどうですか。いや、ここまで完璧ですね。話が違うぞ。うまいうまい。流し方がうまいな。うまい。いや、ここもパーフェクト続いています。うまい。さあ、ここはバットになりましたが、ニトロをここで使っていきます。やはり直線のところですね。シエさん、はい、どれがうまいんですか。あーあーあー、テリーさんがどれくらいうまいんですか。この瞬間いきなり解説潰しですね今。完全に解説潰しでやってきました。さあ、残りもう少ないですよ。いや、でも、あ、でもいいタイムだよ。あ、でもここも、あ、ミスターミスター、テリーさんが喋るとなぜかレイトになるんですよね。なんでしょう、なんか響いてるんですか。さあ、どこです。さあ、そこで左使っていきました。さあ、ニトロ使っていきます。ニトロ行くね。さ
さあまずここが重要。おーっといきなりレイト。ここはパイプです。うまいうまいうまいですね。さあ山中さんどうでしょう立ち上がりのところ。いや今のところ非常に順調に来ていますね、はい、あと1本のニトロをどこで使うか注目です、うんうん、ああそっかを使った。さあここは加速をどんどんしていきます。あここも使わない、うん、取っておきますね。ここはまだ使えませんね。はい、いやさあここもパーフェクトです。さらに加速していきます。久保さん冷静だ、はい。さあテリーさんがおっしゃるように今冷静な走りを見せているのが久保凛太郎。さあ後半入ってきましたよ。これはいいんじゃねえの。さあ間もなくさあ最終コーナーこれやるんじゃないですか。これ入れてですか。さあここで使っていきました。タイムアップ。うわー早い。マジで36秒766。優勝者にはですね豪華賞品が進呈されるということでこちらでございます。すごい。いやテリーさん土屋さんこれ本物の車が今回賞品としてプレゼントされます。ちょっと意気込みをお聞きしたいので現場レポーターの佐藤さんよろしくお願いいたします。はい、こういう大会みたいなのは初めてなので楽しめるように頑張りたいと思います。車もらうこと前提でもう車庫証明取ってきてありますので、もらって帰ろうと思います。強気嬉しいね。いやすごい意気込みで、ね、いいですよ。いや素晴らしいですね。勝ちに来てるよね。はい、はい、現場レポの佐藤さんありがとうございます。いやちょっとテリーさん今の意気込みはすごいですね。いや普通なんかね、はい、謙虚な方が多い中で、はい、ああいうふうに強気ってのは嬉しいですよね。そうですね。土屋さんやっぱり多分五十嵐さんムッとしてると思います。五十嵐さんムッとしてる。なんかいいよ、なんか堂安律みたいで。ですね。なんか俺のねポジションだとかね、俺のゴールだって言いますからね。ただこの車もらえるんですよ。いやそうなんですよね。そのくらいの強気じゃないとさ決勝戦はね。そう。じゃあいいね。五十嵐選手今なら言い直せますけどどうしますか。大丈夫です。大丈夫です。優しい。謙虚です。いやいいよ。さあでは、はい、まずお二人。先攻後攻のじゃんけんをしていただけますでしょうか、はい、よろしくお願いいたします。最初はグッじゃんけんぽい。さあワンロンパイ選手は先攻後攻どちらを選びますか。後攻で。後攻できました。そうなんだ。では五十嵐選手は先攻ということで、はい、どうぞ。そうですね、ではお二方お座りいただけたらと思います。かなり楽しみ。さあまずスタート重要ですよ。さあ山中さんが重要と言ったスタートのところでまずはニトロを使っています。まずニトロを1本だけ使いましたね、うん、さあまずは1本グッドから入っています。おお。さあ2本目はパーフェクト。加速。さあパーフェクト加速がついて最後の直線早い。さあ来ました。とんでもないタイムが混ぜています。早い。39秒899。早い39秒台が出た、ね、そうですね、はい。さあ注目のスタート。さあ、はい、まずはスタート。ここで使っていきますニトロです。直線走っていく。さあ加速していく。パーフェクトできています。おお。うまいサイドさせながら。あそこで入れた。さあ青い線を越えて赤。ここはアーリーになってしまった。さあ最後どうか。ごまかして。くそー。うわー。39秒732。こんな1秒差ですか。五十嵐選手39秒899、そしてファンロンパイ選手39秒732ということでファンロンパイ選手の優勝です。すごい。コンマ1秒どうぞ。おめでとうございます。ありがとうございます。さあまずは現場レポーターの佐藤さんに、ちょっと一言おファンロンパイ選手からいただきたいと思います。現場佐藤さんよろしくお願いします。はい、鍵をもらったお気持ちはいかがですか。そうですね、この大会に来るのに夜行バスで来たので帰りはこの車に乗って帰ろうと思います。うわありがとうございます。もう取りに来てるよ。取りに来てますね。車庫証明取ってる。車庫証明。いやすごい。改めてまあその予選から勝ち上がって予選もやっぱり大変だったですか。予選も大変でしたね。あまりいいタイムが出せずに、うん、結果的には繰り上げという形で、うん、出場させていただいたんですけども、そうですね、その予選から、今日の、
当日の予選も含めて、うん、緊張しっぱなし の,、はい、あの今回の大会でした。いやさあそして津谷さんにもお聞きしますけども、まあ、緊張しっぱなしの中でもこうやって繰り上がったところからまさになんかこうどん底から這い上がった人がやっぱ優勝するのはすごいですね。持ってんだろうね。ですね。繰り上がりでここまで来て、はい、で決勝戦であのタイムでこんな1秒で勝って、はいはい、でそこのなんていうのその気持ちの強さ、うん、堂安律、堂安律気持ちが強い闘技界の堂安律ですね。だってさ決勝やる前に、はい、車庫証明取ってきましたけど、そうなんです、もう絶対勝ちに来てるじゃんですね。で気持ちが強いですね。改めてこちらファンロンパイ選手優勝おめでとうございました。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。